あの先生レンタカー屋さんまで行ってここに来て、ここどこや、レンタカー屋さんに来て、レンタカー屋さんまで来て免許証忘れてすいませんでした。今から帰ります。反省してねえよ。全然ほんまに免許証忘れました、すいませんでした。反省してへん。どうやって止めんの？どうやって止めんの？え？ここ？ですよね、はい、もうご存知の通り、はい、もう金がね、やっぱり声そのまま、あ、そうです、配信と、はい、すいません、どうもでした、まずは儀式、あ、まあ、飲んで飲んで、さっき飲んで飲んで飲んで、いやいやいや、はい、宮崎の宮古のブローチをこれでございますね、ここでレイラインが通ったから、どういうこと、北海道から沖縄までつながった、よかった、もうこれつながった、もうチェブさん、北海道のチェブさんにも渡ってるんで、早速もう受けさせていただきます、そうそう、みんな、え、すごい、誤解があって、意外とね、意外とだから北陸とか、そうやね、そこがいないね、不思議と、あの島根とか、そうそう、あの、そう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 、あ、広島行ってないね、北の方の、ね、石川とか新潟とか、いない、山口もいないね、いないね、いやもう島にいない、島は入ってる、先週からずっと番組で、やっぱりまだ中国の大学に行ったりするのに、大学に行ったりするのに、名古屋の、だから、で、こうだと思ってるんですけど、僕のお父さんが、名古屋にいるんです。もともと、バイクで、なんか、あちらです。今は、バイクのレース。みんな、アメリカではいて、ないじゃん。おかわり、おかわり、ハイボール、ハイボール、1回だけ、ビヨン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 、まあ、飲んでるか分かんない、こないだ君これ諦まって、あのバーベキューやって、その後にあの池さんの迎えで、おそばで飲みましたね、儀式終わったから一回ちょっと食べていいじゃん、もう食べていいよ。